ピストル部活復活荒ぶりましたけども、どうも複数ドーパミンアルカディアです。僕が一番好きなビジュアル系バンドのビストリップさんがですね、トモさんの、廃棄業をきっかけといったところですか、活動休止っていう、漠然としたものというよりかは、ライブ活動等が、ボーカルのトモさんがどうしても歌えないって状況で、ライブの活動とかできないっていうのが続いてたんですけども、先日の、3月31日にですね、ビストリップさんの、公式サイトが更新されてまして、ライブの情報ですね、12周年アニバーサリーライブがゼップ東京で開かれることがまず発表され、その後、ボーカルのトモさんの復帰、ライブ活動再開のお知らせというニュースが入ってきたわけでございます。内容としては、先日受けた検査をもって前回の診断を受けて4月より過少の許可が出たといった形で、本当にやっぱりトモさんっていうね、ボーカリストは僕の中で正直そのビジュアル系っていうカテゴリーじゃなくても本当に一番好きなボーカリストというか、言ってしまえば一番好きな歌手ですね。歌う方として一番好きで、声とか歌い方とか、容姿とかも全てなんですけども、やっぱり肺のご病気ってなると、どうしても歌の方に支障が出てしまうことってのが多いので、すごく心配してたんですけども、今回復帰ということで、本当に良かったなといった形 でしかもね、7月7日の、アニバーサリーライブ、周年ライブですね、で復帰されるということなので、本当に良かったなっていう形でね、嬉しいんですけども、すごい、ブログとかも更新されてたし、あとはレジオザビストリップっていう、今ビストリップさんの公式チャンネルの方でね、ラジオ企画の方で一応そのトモさんが元気であるってことは分かってたんですけども、やっぱり歌の方がやっぱりちょっと心配だったんで、やっぱそのね、スタイルとか のツアーとかも全部中止になってしまったりとかね、一番本人らがね、悔しかった部分だと思うんで、これに関してはかっこいい全力のビストリップが見れるだけで僕としては満足なのでね、これからのライブ活動というか、音楽活動、新曲とかもすごい楽しみにしてるので、これからもね、全力で応援していきたいと思います。本当にね、この旅はね、良かったです。見ている方もビストリップファンの方、本当に嬉しいお知らせだったと思うので、今後ともね、一緒に応援していきましょう。というわけなので、今回のビジュアル系雑談でした。ありがとうございました。